傘帽子をかぶった女性。傘帽子をかぶった男性。傘帽子は帽子のようにこむることができる傘。ヘッドマウントさんやかぶる傘、アンブレラハットなどの呼び名もある。釣りやゴルフ、ガーデニングなど、レジャー用途にも用いられ、レジャーハットやフィッシング用帽子とも呼ばれる。1880年に特許が出願され、1970年代にはルーブロックも改良版を開発した。 セントルイスではブロックにちなんでブロッカブレラとして親しまれた。普通の傘のような支柱はなく、大きさは直径約60センチメートル程度から約80センチメートルのものがある。風通しのために通風口を設けたり二段構造にしたタイプも製造されている。頭のベルトで装着するが首掛けがついたタイプもある。通常の傘と違って両手が塞がらないため、 農作業をしたり自転車に乗ったりすることもできるが、歩行時には骨の先端が他人の目をつきかねないというリスクが指摘されている。1881年12月13日、傘帽子はアメリカ合衆国の特許第25803号サンシャイドハットとして特許取得された。1900年前後にロバート W パッテンは、 自身が制作した傘帽子を装着し、アンブレラマンとして有名になる。パッテンは、ジョン・ハーガーによって、風刺画に用いられ、シアトル・タイムズなどに登場した。1909年1910年1910年1910年,19年,19年、アンブレラマンとしてシアトルで有名になったロバート・ W ・パッテンは、1909年、イコージョン・ハーガーによって、 シアトルタイムズやポストカードに描かれたルーブロック。米国野球殿堂入りしたメジャーリーガーであり、引退後は様々な事業を展開した。ブロック自らもブロックカブレラを着用した写真が残っている。カナダのカール・シー・リデンは、支柱がパイプになっている3段、スライド式の傘帽子を考案。素早く伸縮できることを狙ったもので、年に、 アメリカで特許成立。日本では高橋米作が支柱がないタイプの傘帽子を考案し、1965年に日本の実用新案として出願。支柱に沿ってスライドする部分が、支柱の付け根となる部分に差し込まれる形になっており、1968年に実用新案が成立した。一方アメリカでは、 アメリカ野球伝道入りもしている元メジャーリーガーのルーブロックも傘防止の改良版を発明。これは支柱がないことに加え、骨の部分が折りたたみ傘のように骨が二つに折れるタイプでよりコンパクトに収納ができた。1977年に出願され、1982年に特許が成立している。ブロックにちなんでブロックアブレラとしてセントルイスで広まった。 1988年にはアメリカで帽子のような形状をした傘帽子が特許成立し、2013年には日本でヘルメットに小型の傘を吸着させる傘帽子も考案された。また、帽子から風を出してエアーカーテンのように雨を防ぐというアイデアが考案され、2009年に風傘帽子として日本で特許出願されている。 傘帽子はツリーやゴルフといったレジャー用途を中心にインターネット上で1000円から1500円程度の価格で販売が進んだ。群れないように傘の上部に開口部を設け、その上に小型の傘を設けた二段階式の傘帽子も製作されており、遅くとも2016年には市販されている。さらに2018年にはイタリアのブランドフェンディが自社のロゴをデザインした。 傘帽子を発売している。2020年東京オリンピックは開催時期の都合で猛暑が予想され、熱中症対策が懸念されていた。日傘の有効性が指摘される中、2019年5月24日の記者会見で小池由里子東京都知事が東京オリンピックでの猛暑対策として傘帽子の試作品を発表した。これには熱や光を遮る素材を用いられており、 東京ブランド、東京東京として制作されたという。同年7月26日のビーチバレーのテスト大会ではボランティアが、8月17日のホッケーのテスト大会では東京都の職員が試着し、検証が行われた。ありがとうございます。